来ました。来ました。ここ勉強の時間です。はい。前回の成績こちらですね。リーダー20点、おはぎ30点、ゆいちゃん25点。これはですね、今回も引き継いでやりますんで。はい。前回は、うんこドリル漢字編でしたけれども、今回はですね、こちら6年生のうんこ総復習ドリルです。よー。でここに。理科社会英語って書いてるんですけれども、はい、まあ、私ね問題をチョイスしたんですが、やっぱりですね、あの公民とか歴史はうんこの絡めようがなかったのか、ちょっとねその問題はあんまりうんこうんこしてなかったので、まずは算数からいきたいと思います。じゃあ問題をおはぎさんまた配ってください、はい。皆さんもう一度言います。小学校6年生の算数です。ではいきます、はい、用意はじめ。できなかったら恥ずかしいぐらいの、そう、ね、さあこれもね例によって問題を読み上げていきたいと思います。文字と式というお勉強ですね、うん、次の場面で X と Y の関係を何々イコール Y となるように式に表しましょう。1番、我が家のうんこ倉庫の床面積は縦が X メートル、横が6メートルで Y M 2乗 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 Y M 2乗
これはですね、おそらく私も古い記憶を掘り起こしますと、方程式が頭にないと当てはめられないんじゃないでしょうか。ない場合はどうしたらいいですか。口に出してください。飲みたいね。2番、 Xキログラム のうんこを 0.4キログラム のリュックサックに入れると、全体の重さは Yキログラム です。3番、ポットに入っている熱湯2リットルのうち X リットルをうんこにかけた残りは Y リットルです。4番、 X 本の爪楊枝を8個のうんこに同じ数ずつ刺す場合 Y 本ずつになります。その後はですね、このように数式の問題が続いて、3番目、荷台に 400kg まで乗せられるトラックがあります。1本 65kg のドラム缶を4本と巨大うんこを1個乗せるとちょうど 400kg になりました。巨大うんこの重さは何 kg ですか。巨大うんこの重さ、巨大うんこ Xkg として式に表して求めましょう。はい、みんなの筆は進んでいるのでしょうか。グラムに乗せるトラックを乗ります。うんこドリル総復習の本はですね、すっごいいろんな問題があって面白いですよ。なんかね、シールとかもついてて、終わったらこういうシール貼ったりとか、こういう元素記号。ああ、これやりましたね。水平リーブ。シュウホウキ？兄ちゃん、でも1番とかもよーく落ち着いて考えて、私さっきちょっと間違えたの、事情とかわけわかんないこと言ったけど、私もね、ちょっと頭がバグってました。あのね、メートルの上に2って書いてあって、ただ単に平方メートルなだけです。平方メートル、事情も何もそんな難しいことしない。よくよく見たらそうだ、面積聞いてるだけ、面積聞いてるだけ。うんこに惑わされちゃいけない。だって暇すぎてテストの裏に巨大うんこを書いてました。でも巨大って書いたと思ったらこれ間違えて人大うんこって書いてた。人のこと笑えないですねこれ。しかもそれすごいね、何巻き。こういううんこってなんか出したことないからちょっと憧れますよね。うんこ大好き民からしたら。
続きが気になる方はこのいる総北周辺をご覧ください。ポチッと。それでは答え合わせいきましょうか。はい、はい、じゃあみんな思って向けてくださいので、はい、のドン。そういうこと。これ一番ね、我が家のうんこ倉庫に浮かない敵は縦が X メートル、横が6メートルで Y 平方メートルあります。これですね、答えはこちら X×6 は Y。 そうなんですよ、ただそれだけなんです。何賢すぎましたね、これ。私がいらんこと言ったからですね、方程式持ってこないといけないとか、そんな難しい話じゃなかった。賢すぎるってダメなんだね。ということでリーダーが正解なんです。よし、これもゆいちゃん、ゆいちゃん言葉の中でどういうことが起きたんでしょうか。これはあのメートルをって言ってたから、そメートルを一回訳さないといけないのかなと思って。そういうこと激しい罰、激しい罰ですね。違うよって大罰ですね。じゃあ次2番目いきますよ。 6kg のうんこ 0.4kg のリュックサックに入れると全体の重さは Y kg です。これ答えは X+0.4=Y。まだこれね、賢すぎるのかな、わけわかんない、なんか方程式のリーダー、やりたいな。ここ素直にこれでいいんですよね。さすが、商業家。さすが商業家。それは負けられないですね。そしてゆいちゃん、わかんなかったんですね。何か書こうって。4キロ違う。はい、次、コップに入っている熱湯2リットルのうち X リットルをうんこに分けた残りは Y リットルです。答えは 2-x=y。 まあこれも本当にシンプルですよね。はい、はい、これ合ってますね。ああよかった、あと正解。メロリットルの戻ってきたね。そうそうですね。あ、リーダーやりました。ゆいちゃん線ってどっから出てきたの。ゆいちゃん線どっから出てきたの。本当リットルを線かな。怖い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 
ゆうちゃん何いちって何いちって何のいちゃん、うんこのことかうんこいちよえ、うんこいっかってことか嘘だ嘘だ嘘だX と Y の使い方が分かるわけないじゃん。分かるわけないじゃん。X と Y の前に1って。これね、この1。これね。この1。この1が。この1。こっちでなんか合ってますもんね。うんうん、60個。この1。カムカム合ってるよ。うんこの1なんだよ。みんな食べる。リーダー9点。すごい。すごい。おはぎをなんと上回りました。やっ、青学校を倒したの。すごいリーダー。おはぎが7点。で、はい。で、ゆいちゃんが3点。ポチッと。想定外のことが起きてます。解く時間がかかりすぎて、用意した問題数をこなせない。あまりにも長くなるので、もう次が最終問題です。はい、次はですね、国語なんですけれども。またか。またちょっと違います。読解力です。なのでこれまず読む必要があるんですね。まずはみんなでね音読したいと思います。次の文章を読んで後の問題に答えましょうということで、それではまずおはぎさんからお願いします。うんこなんて誰がしても同じだろう。その言葉にジョン・ウンコ・アームストロングは幾度となくがっかりさせられてきた。違う、うんこには無限の可能性があるんだ。誰にも理解されない孤独な気持ちをジョンはひたすら練習にぶつけるしかなかった。毎晩家の裏にある壁の前でうんこの練習をする。逆立ちうんこ、宙返りうんこ、回転うんこ、20発連続うんこ。プロバスケットボール選手がいて、プロギタリストがいて、プロダンサーだっている。なのにどうしてプロうんこ選手は…点点点。悔しい気持ちで涙が溢れそうになったと時、ふと壁に書かれた文字が目に留まった。世界を変えたかったら君自身が一歩踏み出そう。今までに何百回を見たはずの落書き、何かの歌詞の一部か何かだろう。どうしてなのか、この言葉が突然ジョンの心の中でワンワンと響き始めた。僕自身が一歩。ジョンはうんこを片付けるのも忘れ立ち尽くした。はい、次ゆいちゃん。翌日ジョンは貯めていた小遣いをすべてかき集め洋服を買いに行った。きらびやかでは…きらびやかで華やか…こういうのあったよね、小学校にさ、優しい男の子がね、横へボソボソって教えてくれるのね。華やかな衣装と靴、ジョンにとっては自分の人生を変えるための戦闘服のようなものだった。いつもの壁の前に戻り、衣装に着替え、カメラで撮影を始める。逆立ちうんこ、宙返りうんこ、回転うんこ、20発連続うんこ。自己紹介も挨拶もなしで、ただひたすらジョンがうんこをするだけの動画だ。そんな動画をインターネットに公開し、バンされるよ。ジョンはバイトに出かけた。はい、じゃあ最後の段落読みたい人。はい。はい、じゃあお願いします。あ、どっから読んでしたっけ？読んちゃん、聞いとけよ。バイトからの。はい。バイトからの帰り道、不思議なことが起こった。行く道、人がみんなジョンの顔を見ている。違う、道行く。すいません。道行く人がみんなジョンの顔を見ている。まさか駆け足になるジョン。家に帰って公開した動画をパソコンでチェックしてみた。世界中でとんでもない数の人がジョンのうんこ動画を再生し、大絶賛のコメントを残している。ジョンが踏み出したこの小さな一歩は、世界にプロウンコ選手という職業を生み出す大きな一歩でもあったのだ。なるほど、ここにバズる勝機があったのか。違います、鬼にバンされます。今ね、文章読んでいただきました。はい、こちら下に問題がありますので、ね、これ各自解いていってください。はい、ニンダーの皆さんにもね、一緒に考えてもらいましょう。まずこのね、一番のところですね。はい、ここですね、幾度となくがっかりさせられてきたというところで、
住みていたので、人からもこの後何になりたいか出るから。なので、こういう問題が続きます。真剣な眼差しで3人が問題を解いています。内容はうんこです。形うんこが書いてました。できました。なんだって？私が形うんこが書いてました。できんのかなって。いいですよ。でも国語の問題においてね、この情景を思い巡らすっていうのはね、いいことだと思います。じゃあ答えていきましょう。はい、じゃあ本日さんからいきますよ。はい、まず1問目ですね、こちら、はい、冒険のところ、ジョンはなぜがっかりさせられてきたのですかというところなんですけれども、ジョンはうんこには無限の可能性があると信じている、はい、ってことですね。びっくりした。ゆうちゃんの書き出してるから自分の名前書いてたわ。名前書いてないな。そんなズルしない。そうですね。誰がしても同じだろうってことですね。はい、そういうことです。これもあったですね。そして次ですね、誰にも理解されない気持ちを抱えていたジョンは何をしたか、ひたすらうんこの練習をしたってことですね。まあそういうことですね。そして次ですね、今日はどんな気持ちで立ち尽くしていましたか。次の一歩を目指さず落ち込んでいた。自分が初のプロを目指さず強く始める。誰がこの言葉に不思議なの。これは2番ですね。はい、はい、次後半行きますよ。ジョンが買い物に行った理由を文章中から11文字で書き抜きましょう。これ一言一句ですね。自分の人生を変えるため。はい、あってます。次こっちはですね、ジョンはどんな動画を撮影して公開しましたか。そうですね、ジョンがただひたすらいろんなうんこをするだけの動画ってことですね。自己紹介、まずまたまたジョンがこうやってますね。はい、でジョンの小さな一歩とはどんなことにつながりましたか。世界のプロうんこ選手という職業を目指す。これ正解ですね。やったー。ちょっとおはぎさんはですね、ちょっと大人の回答のところがありますね。これね、はい、小さな一歩に対比して大きな一歩という本文中にはあったんでしょうか。大きな一歩ありましたね。ありました。これをちゃんと引用しているからね。ありがとうございます。はい、ということでおはぎさん全部満点でございますね。はい、じゃあちょっと返します。はい、7点満点でございます。はい、リーダーいきます。リーダー、無限の可能性。はい、誰がしても同じってことですね。はい、さすが練習でぶつけた。そうです。で2番ですね。はい、そして、自分の人生を変えるため。そうですね。からそうですね、これなんかね、リーダーの性格が出てますね。ちゃんとこう全部書くっていうね。どんな動画を撮影したかっていう。逆立ち4個、うん、そうですね。はい、よし、うん、OK、満点です。ゆうちゃんは、はい、これも言うのかなって。誰がしても同じだろうね。さすが、うん、これでしょ。これを撮ってね。はい、自分の人生を変えたらただひたすらジョンがうんこするだけの動画で世界にプロンコする。あ、これも言うちゃん。はい、ってことで。すごい。国語は得意。得意って漢字じゃない、国語は得意。私さすがにね、これは大人なんでね、ここはまあ読解力というところは皆さんクリアでございますね。みんなチャンネル。じゃあゆいちゃん得点コード、はい、君お願いします。君は7点です。ゆいちゃん足し算大丈夫ですか。足し算ください。じゃあちょっと見せてください。まず第一試合がね、これでした。はい、リーダー20点、おはぎさん10点、ゆいちゃん25点。そして今回の試合がこちらでした。はい、リーダー16点、おはぎ14点、ゆいちゃん10点と。では、2回にわたりお送りしてきましたうんこドリルお勉強対決、成績発表お願いします。こちらです。どどん。リーダー36点、おはぎ44点、ゆいちゃん35点。やったこれ諦めてたんだ、もうダメだと思ってからさ。さすが最後の3つ聞いたんじゃないか。すごい大逆転。いや俺もリーダーかなと思う。俺絶対もう無理だと思ったもん、あの点差。それかもう2人とも最下位で2人でなんか罰ゲームっていうのを期待してたんですよ。いやちょうどいいね、1点。すごいね、1点差でしたね。数学がさあ、ということで、うんこドリルにちなみまして罰ゲームは粉末うんこ。しかも前回もゆいちゃんがこれ1回やったよ。ゆいちゃんうんこ好きだな。
ゆいちゃん。いやよかった本当に。負けちゃうねこれ。くっそ。じゃ前回ね復活で行かせていただいたんだよね。今回ジュースにして。これきつい。色がね、色が待って、じゃあ色々塊がうんこみたいな。くそ、あの、ほんとトイレの便器の匂いする。ちょっと待って、これは無理。お分かりいただけただろうか。ゆいちゃんが飲み切ります。飲み切る、マジか。ゆいちゃんこれ多分飲んだら、ね、XY の方程式もできるようになる。最初はもう普通に飲んで、あともう鼻つまんじゃえば。いきます、せーの。はぁ、まずい。飲みたかったんじゃないのってくらいだもんね。登録お願いします。グッドボタンもお願いします。コメント質問もお待ちしてます。うんこ三昧忍者チャンネル。